おはようございます。大体デイリッシュ英語コーチの中尾正弘です。今朝も朝のビジネス英語勉強会、私大学部にやってまいりました。今朝のテーマはですね、テッドから、マシュマロを使った、マシュマロチャレンジですね。それを利用してワークショップを行い、いかにチームを作るかっていうところですね。医療現場でもチーム体制、患者さんも含めたチーム医療というのが盛んに行われています。そんな中で、先生たちがどういうふうにチームを考えているのか、またその参加者の一人としてどういうふうにチーム運営を、実際に行っていらっしゃるのかというところも、いろいろお伺いしていきたいと思います。一人でできないこともチームであれば、比較的容易に、そしていろんな能力、いろんな、ものを利用することができます。先生たち方、医療の現場で命と関わる中で、どういうふうな、チームが動いているのかということをどんどん突っ込んでいきたいと思います。それではこれから行ってまいります。今週も頑張っていきましょう。